はい、というわけでございまして、ちょっと暗がりなんですが、ちょっと壁がなかったもんでこれでいきます。どうも、しゅうすけヘラクレスオオカブトです。お願いします。9月8日にですね、初めてシアターマーキュリー新宿さんという丸井さんのね、あの上にある最新の劇場さんで、なんと9月8日19時我々、ミスター大冒険さんの MC のもとネタをやらせていただくということで、ね、最近よく一緒にライブになりますノブラベンダー君とも、ね、共演しますので、皆さんぜひともですね、9月8日もう告知してあるんで予定を、ね、入れていただければと思います。私はギャグを引き続きやらさせていただきます。ということでね、ちょっと改めて大山ハッピーロード商店街に来てまいります。初めて行くんでね、ちょっとどんな感じかっていうのをこうやって YouTube でね解説したいなと思ってます。で、なんか気になるものがあったら写真撮っていくかってやっていきますんで、よろしくお願いします。ここが入り口みたいですね。ちょっと人は映せないんで、ちょっとまず入り口からね、どんな様子かっていうのを見たいと思います。ということでございまして、商店街にね、どんだけのお店があったかっていうのをね、ちょっとノートに書いたんで、まあ、改めて発表したいなと思います。ちなみにこの丸してたのが、南口、あれは大山駅の南口に、もうこれだけの、まあ、お店がですね、徒歩1分、2分圏内にあったっていうね、素晴らしくないですか。もう入り口出たらね、もうサイゼとマックが確定してるっていうね。で、 UFJ は、確か2箇所あるのかな、でっかい、銀行のと、あと ATM がね目の前にあって、で、反対方向に、招き猫がカラオケがあって、富士そばもありましたね。立ち食いそばも駅前で、あれは東部のね、多分チェーン店なんでしょうかね、はい、で福島もあって西屋もあるという、完璧ですね。もう中華も洋食も、和食も行けますという状態になっています。はい、でね、一応パチンコが3軒ぐらいあったかな、で、あと八百屋とかね、肉屋とかも、何軒かで、スーパーがやたらと多かったですね。はい、個人経営のスーパーが、多分 2,3 軒あって、でイオンがあって、声優もあったかな、だから結構ね、すごい十分豊富でしたね。で、ハッピーロード商店街っていうのが、まあ、結構ね、皆さんの中では有名なのかなと思うんですけども、反対方向でユーザー大山っていうね、もう一つ別の、商店街があるんですよね。で、まあ、そっちは、まあ、アーケード屋根ないんですけれども、何店舗かね、お店が多くて、なんか僕のイメージだと居酒屋とかバーとかそういうお店が多かったかなというようなイメージがありました。はい、まあ、どっちもね、飲食店としては多かったんですけども、そういう意味では結構ね、やっぱりこの大山駅の商店街でかいですね。はい、ちょっとまたそれもね、いろいろとお話ししたいなというふうに思っております。ありました、これが最後ですね。はい、じゃあもしかしたらこれ動画で振り返ります。はい、というわけでございまして、改めましてしゅうすけヘラクレスオオカブトです。ということで、ちょっとね、ロケで映像関係上ちょっとね、これちょっと映していいのかと迷ったこともあったっていうのを、写真で収めたんですよね。なのでこれから今今日あった僕が遭遇したものをですね、ちょっと写真を使って、紹介したいと思います。まずね、はじめ一発目、駅降りて踏切の方向にですね、視線を、送ったところですね、飛び込んだのがなんかパチンコ屋なんですけど、常々そこでロケをしてるみたいでですね、思いっきりですね、自分の知っている芸人がたくさんですね、こう外壁で見れるっていうで、はい、でなんかここで常々なんか YouTube をなんか撮ってますよって宣伝しておりましたね。はい、だからなんかこういう有名になる方法もあるんだっていう、だからすごい、あれ本人たちは
知ってんのかなとかね。まあでもね、まあ知ってるんだと思うんですよ、ロケでね、使われてるぐらいだから。うん。ああ、絶対どっかでいじられてんだろうなと思う、そういった写真でした。続いてはですね、これはね、これはコーヒー店なんですけど、コーヒー店。看板が外れてるんですよ。これいいの？これ。すごいね。普通、大体、看板って、よくあるのが、大体ね、こういう薄いプレートが、こう、取れちゃってとかね。で、置いてあるみたいなね、ことなんですけど、これに関してはね、もうぶら下がった状態で、こう、宙ぶらりになってるんですよね。これ怖いですよ、マジで。これ、なんで取り外さないんですかね。で、下ね、よく見るとね、普通に自転車止めてあるんですよ。これ絶対大怪我するんだろうと思ってね、もう早くにあれ取り外してほしいですね。まあ、何か事情があるからこそ取り外しできないのかなと思うんですけどね。続いて、まあ、その後にね、出す写真ではないんですけどね、フリーワイファイがね、大山ハッピーロード通ります。ハッピーロードのね、商店街、フリーワイファイ入るんですけども、すぐにですね、出てきたのが杉薬局の方でしたね。杉薬局の方、近く通った時の Wi-Fi の方が入りやすかったですね。まあ僕の携帯が悪いのかもしれないですけどね。で、駅ですね、まあいろいろとどんなものがあるのかなって見渡したらですね、フリーペーパーの、ラックがあるじゃないですか。駅とかでね、まあ簡単にはホットペッパーとかね。あとはタウンワークとか、ああいう、あるじゃないですか。そのフリーペーパーの多分冊子を入れるところに、ビッグコミックがね、普通に置いてあります。もう図書館みたいにね、もうビッグコミックは読めるぞっていうね。まあ、普通に捨ててください。ね。あれもう怖いんでね、逆にね。誰が買ったかわかんないから。またちょっと、いろんなところ、ロケでね、こう、うすちゃんチャンネルで紹介できたらなと思いますんで、皆さん、ぜひともよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございました。